お待たせいたしました。時間となりましたのでパネルディスカッションに入らせていただきます。みんなが、米軍基地を反対して、そして、もう米軍基地だらけの沖縄なのかなというふうに思っておりましたが、実際行ってみますといろいろとですね、非常に青く透き通った海でありますとか、大変きれいな場所であります。ただ行ってみますと、そのマスコミの現状を見ると、沖縄タイムスや琉球新報を見て全く違うところだなと。平成19年の、2007年の9月の29日ですね、先ほどの声の中でも出ました、教科書問題のことがありました。軍の命令があったのかなかったのかという、実はその問題を沖縄で我々直面したわけなんですけれども、ものすごいこう危機感を持ったんですよね。昭和47年のいわゆる5月の15日、まあ、祖国復帰を果たしたわけなんですけれども、復帰前と復帰後っていうのは本当にとても生活が、まあ、変わりました。変わりましたっていうのは裕福になりました。それは実は復帰後約10兆円ですね、沖縄の、まあ、復興のために、まあ、皆様方の大切な税金をですね、沖縄のその復興のためにつぎ込んでくださった。それがさまざまな立派な道路や建物やさまざまなものを作って、この県民の生活も相当、向上してきたわけなんですよね。あ、日本に帰ってよかったなと、自分たちは仲間とともに、そういうことを話しておりました。ところがこの9月の29日のこの教科書問題が出てですね、これ大変だぞと、沖縄と日本をこのままだったら本当にこう分断されてですね、これしたら、これひょっとしたらこう中国に持っていかれるんじゃないかと、それは南シナ海あるいは東シナ海での中国軍の軍事の増強ですよね。で、台湾の情勢がおかしくなってくると、馬総統が出て、これ、台湾が中国に併合されるのは時間の問題じゃないだろうか、じゃあ沖縄の一番端っこにある与那国島はどうなるんだろうか、あるいは石油の、天然ガス石油資源の眠っているこの尖閣諸島、もう中国はすでに掘り出してますけれども、掘ってますけれども、ここも占領されるんじゃないか、それだけじゃなくて八重山、宮古、そこら辺りまで直接占領の危機があるんじゃないかっていう、そういう危機感をとってもこう肌で感じてですね、これなんとかしないと大変だぞということを、自分たち仲間内でこう勉強をしていたわけなんですよね。それで台湾と沖縄と日本本土というのは実はもうとってもこう、運命共同体といいますか、これ一つなんだと。それは台湾と沖縄が中国にもし取られた場合はですね、これは日本の生命線である、いわゆるシーレーンですね、石油とかいろんな食料鉱物資源、いろんなものがこのシーレーンを通して日本本土にこう来るわけなんですけども、それを加工して車とか電化製品とかいろんなハイレベルの機器を作ってですね、それをまた世界の方々に買ってもらって日本がこう発展してきたという、この生命線を守ることができないんじゃないかと。だから自分たちは日本本土を守るためにも祖国復帰をして本当に自分たちの生活が良くなってきたと、それを実感していると、それに対するお礼もしないといけないなということで、今日またこっち来ながら考えたんですけどね、本当に皆さんの税金をこんなたくさん注ぎ込んでくださってですね、生活も豊かになって、私たち以外の人たちは何か文句言ってるみたいだけど、もっとくれもっとくれと言ってるみたいだけど、心ある人たちはですね、本当にも感謝してますよ、これだけの投入をしてくれたということで。だからいつまでも甘えることはいけないんじゃないかと、いつまでたってもこのままだったら、先ほども田子先生お話しあったように、沖縄の県民というのは自立ができないんじゃないかと、そういうことも危惧しているわけなんですね。それでこのシーレンの生命線を守るためにどうしても沖縄を守りたいと。沖縄の何を守るか、これは自由と民主主義というものを、体制を守らないといけないんだと。自分たちは共産主義の国、中国に飲み込まれてしまったらチベットと同じようになってしまうぞと、チベットのあの悲惨な状況と同じような沖縄を作り出してはいけないと、そういうことを合言葉にしてですね、努力しております。そういう時にご縁があって、この会の代表である中村代表から
お声がかかってですね、ぜひ沖縄の切実な声をですね、東京に上がってきて、みんなに話してほしいと、そう沖縄の人がここで喋ることによってその肌で感じている危機感をですね、皆さん方にぜひ知ってほしいと、まあ、2時間半ぐらいの飛行機なんですけども、何か東京来たらですね、沖縄がえらい遠く見えるんですよね、遠く感じるというか、だから皆さん方も新聞とかいろんなマスコミから見ても沖縄の情報が少ないだろうし、だから沖縄で直に感じている中国の危機、その軍備増強によるこう安保上の危機ですね、これは東京の人たち多分感じてないんじゃないかなと、だそういうものの切実さをですね、ぜひまた皆さん方に訴えたいと思います。与那国島はですね、一度かなり危機感を持ったのがありまして、5年前でしたですか、台湾総統選挙があって、中国本国が台湾に対して軍事的圧力をかけたことがありました。あの時に与那国島の近海約60キロのところに中国が発射したミサイルが着弾したりして、着水したりしたりしてですね、与那国町民はもう非常に危機感を持ったことがあったもんですから、まあ、大変悪いことだけど、人間って危機が迫らないと実感しきれないんですね、安全保障というのを。私は一度金融の勉強をするためにフロリダに行ったことありますけども、人物金が集まれば経済が繁栄するっていうけど、日本ではところが一歩外に出てみると、まず第一条件安全ですよね。安全があって人物金が動くんですけど、その認識が、まあ、日本も含めて戦後日米安保条約のもとにもうずっと平和でいたもんですから完全に忘れてしまっている。ですからやはり絶えず我々が沖縄で地域でその県民を啓蒙することが大事だと思いますね。そういう分かりやすく大切としてと思います、はい、で実態として与那国の人たちはその自衛隊の方にぜひ来ていただきたいと言っているんでしょうか、ね、真相はそうなんですけど、はい、いざ、国がそういう施策を取ろうとすると必ず沖縄のマスコミがまず行って、誰がそういったものをリードしているかっていうのをチェックしていろんな圧力をかけてくるんですね。ですからもう本当に沖縄タイムス琉球新報が沖縄の世論を全部操作していると言っても過言ではないと思います。で今、まだバブルの残滓が残って昨年までは残っておりましたけど、今沖縄のマスコミは非常に経済的なダメージを受けて広告収入が入らない、沖縄の若い世代が新聞を読まなくなった、それで今値上げして夕刊を廃止して今130円朝刊で売ってるんですね。産経新聞より高いですよ、レベルは低いくせに、ね、そういった状況だからね、もう少しやって経済的に、あ、これはとても立ち行かないと、また日本政府に助けをこうと思ったときに、日本政府、日本の国民の皆様が厳しく今度は出ることですね。あんた方いつまでも甘えるなということだと思いますね。そういう厳しさ、李飛局長をね、はっきり言えるような国民になっていただきたい。今マスコミが米軍基地の78% が沖縄に集中しているとかね、実際は 24.5% しかないんですけど、あるいは沖縄戦で唯一の地上戦があったところといって、北方領土なんかもう全く視野にない今のマスコミ、日本の姿勢、あれを全部ね、真実を明らかにして、まあ、今の沖縄タブーをもう完全に消去することですね。こうしてくると危機感が生じてきて、あ、やっぱり我々は日本国民に通用しないと大変なことなんだという意識を持たし、その時に我々地元の人間がもう二度とぶれないようにしましょうということにすれば、いい結果が出ると思います、先ほども申し上げましたみたいにですね、もう沖縄が被害者の、被害者だから沖縄をこう特別地域にしようという意識はもう全くこう捨ててほしい。そしてもう議論をこう全く対等の立場で議論してほしいと思います。それでもう一つはやっぱり私は沖縄県民としてですね、今後の世代を教育していくと、そしてこの努力するということですね。最後にちょっと余談になりますけど、中国人民銀行の発展に尽くした張さんという方がいらっしゃるんですけど、私この方立派だなと思ったのは、1960年代に沖縄から流れてくる米軍放送を聞きながら独力で英語の勉強をして、そしてロンドン大学で MBA 取ったっていうんですね。当時沖縄どうしたかというと遊んでたんですよ。そういうこともありますから、とにかく勉強して世界を見て、そして県民をリードしていく、そしてまあ、できれば、まあ、日本全体に対しても、問題提起をしていくということで、努力していきたいと思ってますので、引き続きご支援、ご声援のほどよろしくお願いします。
私はあの先ほどワシントン、東京、那覇の視点と申し上げましたけれども、これあの大きく見てですね、皆さんあのマスコミは沖縄だけが変更してるんですか、そんなことないじゃないですか嘘って言いたいですよ若い人じゃなくて、日本全体のマスコミが変更してるんです。それからもう少し申し上げると、世界的にあのリベラルという風潮がありまして、特にあのアメリカにはリベラル、民主党の中のしかも左派をこれリベラルと称するんですけども、その代表であるオバマが大統領になった、これを押し上げたのはアメリカのマスコミの変更なんです。ニューヨークタイムズ、ワシントンポストは日本や日本というか、我が国と本土と沖縄県の新マスコミよりももっともっと変更して、社説で我々はオバマを支持すると書くんだ、社論で。そうするとあの記事だけは平あの公平だということはありえますか。ありえないと思いますよ。これがイケイケどんどんでオバマさんを大統領にしてしまった、それから日本が今非常に誤った方向を沖縄を含めてあの歩んでいる、これはマスコミのせいだと、こういうことになるんです。特に私はあの日本の思想傾向っていうのをこのずっと個人的な関心で見ていた。で、皆さんあの1950年朝鮮戦争が起こった年なんですけども、あの年の時の最も売れた雑誌はあの岩波の世界です。で、世界を読まないとどうにも話題も何もできない、知識人同士の会話ができないと言われるぐらいのこれは変更ぶりであった。これは長い目で見るとですね、私はだん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 これがあの崩れていると思う。で、今世界は今まだ潰れていないけれども、世界に類するものがあのロンザとか朝日ジャーナルみんな潰れちゃった。で、潰れなくてもいい諸君まで潰れちゃったっていうでこれはですね、まあ、あのそれ潰れる状況はあっても、この大きな目で見ると少しずつにあの国内の言論状況は少しずつ正常化している。新聞もその時は産経新聞もなかった。読売新聞は中曽根政権ができてから左翼のラインが少し真ん中に戻ったと、こういうぐらいに お考えいただきたいんです。で、この本土のマスコミから30年ぐらい遅れているのが私は沖縄だと思う。で、琉球新報と沖縄タイムス、その他の沖縄のテレビがありますけれども、これは一色なんです。で、民主主義社会において言論機関が一色ということはありえますかね。アメリカではあのリベラルの新聞があると思うと、ウォールストリートジャーナルというこれは保守派の大変質的に素晴らしい新聞がこのありまして、果敢なあの攻撃を加えている。ところが沖縄ではこれはあの本土では産経新聞があり読売新聞があり、日本経済新聞は時々ちょっとあっち行ったりこっち行ったりなんだけどもこれあの朝日毎日なんてほとんどないでしょ。これなあのバラエティに富んでるんです。この一つの枠内ではありましてもバラエティには富んでいると思う。ところがあの沖縄新聞、琉球新報と沖縄タイムスというのはあそこ目隠しすると、うん、俺どっちかな分からん、同じなんですよ。だから中のニュースは全部共同通信が配信しているニュースだから同じ、テニオファに至るまで見出しに至るまで同じなんです。これはあの日本人全体の問題なんですけれども、20世紀の初頭にアメリカの大統領だったテオドア・ルーズベルトという男がいる。で、この人の言ったことがアメリカの政治学国際関係論の教科書も何々と曰くルーズベルト、セオドア・ルーズベルトっていうその名言があるんです。これは Speaking softly while carrying a big stick、 大きいスティックを持ちながらソフトにしゃべるっていうことなんですよ。で、これがあの外交の基本だと。で、私はあのゼミの学生には僕の役はこうだよと、でっかいこん棒を片手に猫なで声でと。で、このでっかいこん棒がなくって一生懸命猫なで声をやっている。で、猫なで声を正当化するために俺たちは悪かった、俺のじいさんはあの慰安婦を連れてアジア中をあの侵略して回ったと、こういうことをやってるからおかしくなるんです。
ですから私は玉上さんのような意見というのは細かく言えば論文としていいか悪いかってそういうことではなくて、やはり我々にこれは沖縄も含めて要するに外交には力がなきゃダメなんだと、それには我々の歴史にプライドを持とうと、それは沖縄も本土もないぞ、そんなあれはないぞと、むしろ沖縄と我々とそれからさっきおっしゃった、台湾の一部の人たち、こういう人たちの共通の敵をはっきり直視して進まないといけないなというのが私の結論であります。大変長時間にわたりまして本当にありがとうございました。